皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。デイトレの調子は皆さん、いかがでしょうか。今日の有望銘柄、良かったですね。チャンスが来た銘柄、しっかりと、オーナルネット含めですね、利益確定できたのではと思います。明日も引き続き、デイトレード、利益取っていきましょう。で、銘柄選定に関しましてですね、我々の方で毎日有望銘柄を皆さんに無料にて、お届けしております。概要欄ですね、リンク先クリックしていただいてですね、まだ受け取っていないという方がいらっしゃったら、メールアドレス登録していただいて受け取ってください。毎営業日、翌営業日用のですね、注目銘柄、有望銘柄をお送りしております。ぜひ参考にしてください。で、今日はですね、明日用の注目銘柄7銘柄ほどあります。こちらを一つ一つチャート解説をしていきますので、最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。では早速見ていきましょう。まず一つ目、9235売れるネット広告社上蓋がですね、連日できておりました。今年第8回以降ですね、で3日連続で陰線が出ておりましたが、今日はストップ高となりました。売れレッド非常に強かったですね。920円プラス 19.48%、 出来高63万2400株と、ここ直近で見ると多くはありませんけれども、それでも未約証分54万5900株を残した状態でのストップ高となっております。サポートがしっかりと入っていると。ですので、高値掴んだ人たちのロスカットも入ってきていたということが言えます。割れが、軽くなってきたと。とはいえですね、まだまだ高値掴んでいる人もいます。今年入って第8回、翌営業日もそうですね、4日5日とですね、高値掴んでいる人たちもまだいるということです。その人たちは今含み損を抱えている状態になりますので、明日ギャップアップしてスタートすることは、ほとんど確定と言ってもいいと思うんですけどもね、そのどれだけ明日窓を開けるのかというところも注目ポイントですね。開けたらまた閉められる可能性もありますが、高値掴んだ人たちがやっと戻ってきたからということで、950円、1000円ぐらいで持っている人たちが明日開けたところで売ってくる可能性がありますので、こちらも十分にですね、デイトレード気をつけていただいて、IPO になりますから、通常よりも少し早めの利食い、少し早めの手締まいをですね、心がけてみるようにしてください。これが一つ目です。そして二つ目、5870ナルネットコミュニケーションズ、これは良かったですね。土手で空売りをされた方もいらっしゃるということでありますけれども、ダブルで取れた方はナイストレード。一方通行上昇の場面取れた方だけでも非常に良かったんじゃないかと思います。今日は1105円オリニベースで見ると 9.95% のプラスということで、今日つけた高値が1時52分1271円をつけています。強かったですね。で、今日の安値どころは973円も寄って朝ですね、9時4分につけています。大きく今日は上げていきました。IPO 銘柄になりますのでね、激しく上下に動きましたけれども、で、1105円ということですので、上限ですね、明日ストップ高まで300円ありますから、1405円が明日のストップ高となります。まだまだ距離ありますから、まず今日のヒゲを消化したらということですね。で、ヒゲ消化しない限りは、ナルネット手を出さない方が良いです。そのように明日見ていただければと思います。そして3つ目、9522、また再び出していきます。リニューアブルジャパンです。12月高値の頃ブレイクしていきました。対極的な目線に見るとこういう感じですね。こう、下げてきていて波打ちながら、ダウントレンドからの反発上昇という形になります。今日は1285円プラス 8.07%、今日付けた高値が2時43分、1305円ということで、1300円のところを捉えてきたということになります。終わりには1285円。今日付けた上髭を明日消化する強さを見せることができるかに注目をして、リニューアブルジャパン、買い戦略で見ていきましょう。4つ目、3778、桜インターネット。こちらもまた再び出していきます。今日は一段高、プラス 6.89%。出来高入りましたね。じわじわとこのところ入ってきています。今日は347万7100株、12月高値ところまで到達はしておりませんけれども、まず今日のヒゲ
の分ですね、気をつけた高値が1時6分2328円になりますので、まあ、それをブレイクすることができるか注目をして見ていきましょう。そして5つ目です。2760東京エレクトロンデバイス、こちらもまた再び出していきます。いい形ですね。今日は5930円プラス 6.27%、まあ、レイクでされた方もいらっしゃるということで、ご報告いただいておりますが、出来高今日入りましたね。149万3500株、まあ、昨日の出来高、昨日は100万円未満でしたけどね、今日は149万3500株と、高値が5倍より5でしたね。12時47分6110円を気をつけています。この6110円を上に、さらに上方向にブレイクをしていくかどうかに注目をして、エレクトロンデバイス見ていきましょう。まあ、月で見ても週で見てもですね、もう高値圏じゃないかという意見もあるようですけれども、トレンド非常に大事です。だデイトレですから持ち越すことはまずありませんので、その日のうちに必ず手締まりをしますから、チャンスが来たら入るようにして、そして手締まりもしっかりと行うようにしてください。6銘柄目です。7280三つ葉、今日出した銘柄となりますね。取れた方、まあ、少なかったと思います。ちょっとふんわしチャート見るとですね、なかなか取りにくい銘柄だったのではないかと思います。プラス 5.84%、 出来高83万3500株、大きくですね、もう勢いづいて大きく IPO のようにですね上げていくことはない銘柄となります。まあ、いつも4桁から5桁しっかりと入っておりますので、取れても少ない利益だったのではと思います。まあ、5000株とかですね、1万株入られている方はいらっしゃらないと思いますけれども、まあ、大体1000株2000株3000株ぐらいでしょうかね。で、今日は1086円のプラス 5.84% ということで、下髭陽線、明日今日つけた高値のこの1088円つけています。今日は2時19分、これをさらに突破して1100円どころを捉えに行く、そして1100円どころまたさらに上に抜けていけるかどうかということでですね、力高もじわじわと入ってきてはおります。多くはありません、他のメーカーと比べると多くはありませんけれども、まあ、空売り勢も多いことですしね、売り方の買い戻しも誘いながらの一段高が明日見込めるということで、ポイントが来たら返せなくということで見ていきましょう。そして最後7銘柄目です。こちらも今日取れた方はナイストレードでしたね。7974任天堂日経採用銘柄となります。プラス 3.78%、今日つけた高値がちょうど5番寄りですね、12時半7902円をつけました。まあ、その後ドソンと一気に利食いに押されましたけれども、それでも陽線ですね、ギャップアップ埋めることなく一段高、上髭つけているもののですね、上髭を明日さらに消化する強さがあれば買いということで、任天堂を見ていきたいと思います。今日つけた高値が7902円、12時半、それをブレイクするかどうか注目をして見ていきましょう。以上7銘柄となります。まあ、他にですね、今日ストップ高つけた銘柄たくさんあるんですけれども、チャートの形、あと板ですね、そして出来高がスカスカな銘柄も中に散見されております。まあ、この7銘柄ですね、プラスあと皆さん独自で見ている銘柄、いろんな銘柄、レーザーテック見ている方もいらっしゃると思いますし、あとマネックスですとかソフトバンク見ている方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、それ加えてですね、我々が見ている銘柄も合わせて見ていただきますと、エントリーポイントが来た段階で入っていただくことで、損・小・利大の思考、含め益を伸ばすことが可となる、利を伸ばす思考でですね、トレードを行っていただければと思います。今日の動画の内容はこの明日用の銘柄7銘柄ということで解説をさせていただきました。この動画の内容が参考になった方はいいねボタン一度押してください。またチャンネル登録まだ行っていないという方は、これからいろんなセクターのことですとか、あとまあ日経について、あとは個別の今後の動向などもですね、解説をしていきたいと思います。皆さんにとって有益となる情報ですね、お話をさせていただきたいと思っておりますので、登録まだの方はぜひ行ってください。そして明日用の注目銘柄ですね、銘柄配信の登録まだ行っていないという方、もしいらっしゃいましたら、今すぐ下概要欄リンク先ありますので、こちらをクリックしていただいてご登録ください。皆さんにとって選択肢が増えてプラスになる材料となりますのでね、ぜひご登録いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日も頑張っていきましょう。失礼いたします。